トレッスル橋とは、末広がりに組まれた橋脚垂直要素を多数単スパンで使用して橋桁を支持する形式の橋梁で、一般には鉄道橋としての用例が多い。トレッスルとは、課題、あるいは馬のことで、これに橋桁を乗せた構造をもつけた橋である。長大なスパンが取れないため、多数の橋脚を必要とするので、 火星や海上に建設するのには不向きだが、陸上橋とすれば、トータルとしての使用部材料が少なくて済むことが特徴とされる。ティンバートレッスル橋とレッスル橋は19世紀から20世紀初頭にかけて北米の鉄道延伸において谷を渡る際に多く利用された。山岳地帯や都下橋へのアプローチとして、川沿いの氾濫源を横断するため等の目的で、 19世紀には木製のトレッスルが広範囲に作られた。樹皮を剥いた丸太をクレオ層と油につけて、防食性を増したものを垂直要素の主構造材とし、これに材木を釘打ちやボルトがかり合わせて、ブレースとするのが一般的であった。20世紀に入り、比較的大きな線路勾配が許容されるようになり、また、トンネル技術が発達したことにより、 トレッスする橋の必要性は減少した。日本では2009年時点で鉄道橋11橋、道路橋1橋、計12橋が現存していた。この中では日本国有鉄道、西日本旅客鉄道山陰本線や丸部橋梁が日本最長のトレッスする橋であったが2010年7月16日で橋梁を終了して一部が解体された。2011年現在は 青森県と岩手県の県境にある旧国道4号の青岩橋が日本最長で、鉄道橋では南阿蘇鉄道の盾の橋梁が日本最長である。ありがとうございます。